こんにちはりょうです、えー、今日はね、今すぐ辞めるべきブラック企業の特徴3つについて話をしていきたいと思います。えー、質問いただきました、えー。学長はいろんな企業を見てこられたり、社員満足度が高い会社を経営されています。そんな学長から見て、こんな企業で働くのはやめとけといった企業はありますか 世間ではブラック企業と騒がれていますが、学長の目から見たヤバい会社を教えてほしいですということでね、話をしていきたいと思います。で、まあ前提なんですけど、完璧な会社ってね、存在しないんですよね。これは人の魅力と同じで、あ,のある人にとってはすごく居心地がいいけど、他の人にとってはすごく居心地が悪いみたいなね。えー、この人にとっては素晴らしい会社なんだけど、この人にとってはもう最悪な会社ね。まあ人と一緒ですよね。なんで、まあ、一概には言えないんですよ。完璧に誰しも全員に好かれる会社、人が存在してないのと一緒で、そういう会社も存在しないんです で僕のね、えー、会社も昔は、えー、今でいうブラック企業かなみたいにねあ、ま、に当たるだろうなみたいなそういう時代もね経て今があるんですよねただしそのこれだけはやめといた方がいいっていう会社はあるんですよねもちろんそのブラックな面っていうのがある会社も当然あるんですけど あの特にこれだけはやめといた方がいいっていう会社はねあるんですよね。もうどれだけ頑張っても報われないとか精神とか体を壊してしまうとかもうほんとね迅速に逃げるしかない会社があるんですよね。まだまだこういう会社が多いんですよ。なんで今日はねそんな会社の特徴を紹介したいかなと思います。で結論なんですけどこの3つはねやめといた方がいいですね。えー、まずね1つ目企業理念が合わない会社とで2つ目は長時間労働の会社で3つ目は上司がクソ野郎っていうね。えー、まずは 今の状況がおかしいんだっていうね、この会社、この会社の状況おかしいんだっていう認識をするってことがすごく大切なんですね。こういう企業から逃げるのにね。自分の体に痛覚がある間ね、痛みを感じる感覚がある間に、えー、逃げましょうとで。もう少しね、解説していきたいと思います。まず、絶対に知っておいてほしいことなんですけど、世の中にはね、もう今すぐ逃げ出した方がいい会社っていうのがね、もう多数あるんですよ。もう関わっちゃいけない会社っていうのがあるんですね。 日本人とかはね、結構石の上にも3年とか、我慢を美徳とするとかね、まあそういう文化ってあると思うんですけど、もうね、どうしようもない会社に就職してしまった場合に、それをやるとね、もう自分自身は不幸になるし、ブラック企業はずっと搾取して意外と元気ではびこっちゃったりとかね、まあそういう悪循環を生み出しちゃうんですよね。だからもう本当ね、誰にとっても良くないんですよ。特に日本人は一つの会社に長く勤める傾向があるんですよね。終身雇用とかそういう時代もあったんでね、まあ今もまだまだ残ってはいるんですけど、で、比べることがなかなか でできななないいととおかしなことに気づけないんですよね一つの会社しか勤めたことがないという人も結構いるんじゃないですか結構それをしかも美徳とするみたいなね。 で、まあ、いい会社に当たったらそれでいいんですけど悪い会社に当たってしまった場合ね、1発目にね、もう生まれたてのひながねもう DV の親に育てられるみたいなね、もう本当、そういう、この親、この会社とか、この相手がどういう人なのかって、おかしいことに気づけないんですよね、これはダメな人なんだとかね、ダメな会社なんだってことに気づきにくいんですよね、だからそういう企業に出会ってしまった場合は、本当はね、まずは逃げるっていうのが一番なんですよ、もう選んでしまった段階で失敗なんですね。で失敗は失敗で 仕方ないんですよそういうことはありますからねなんですけど必ずいい場所っていうのがあるんで不安かもしれないんですけど逃げるってことが一番大切なんですねでブラックにね勤め続けるっていうのは我慢強い人が多いんですよ結構ねで我慢強いっていことはすごくいいことってされるんですけどえブラック企業に勤めるってことにおいて我慢強いのはねダメなんですよ あのもちろんね何でもかんでもすぐ投げ出しちゃったりとか嫌になって逃げ出しちゃうっていうのはダメなんですけどでもね自分があちょっとおかしいんじゃないかなこれとかね辛いなとか苦しいなとか思ったっていう感じたっていう感覚はねすごく大切にしてほしいんですよ。 ただ、その判別がなかなかね、難しいんですよね。えー、ブラック企業の定義っていうのが、まあ、曖昧とか、一概に一つの指標だけで言えないわけですよね、一つの基準だけでね。で、いろんな会社を見ないと、自分が判断基準を持ってないからね、だから判断ができないと。えー、なんで、えー、そこでね、僕が思う、まあ、やめといた方がいいよと、関わらない方がいいよっていう会社の判定基準っていうのは、下記の3つになりますと。 1、えー、一つ目は企業理念が合わない会社ですね。これはまあブラックとかとはちょっとまた別なんですけどね。えー、僕の会社の話なんですけど採用にねめちゃくちゃ気をつけてるんですね。人材育成じゃなくて採用にめちゃくちゃ気をつけてるんですよ。で何を気をつけてるかっていうと価値観が合わない人を採用しないことってもうね能力とか年齢とか二の次で一番気をつけてるのがこの価値観なんですよ。 でなんで価値観にそこまで気をつけるのかっていうと価値観が合ってないとお互いが不幸になるからなんですね価値観を後からすり合わせるっていうのはもう本当ね不可能に近いんですよもう文化の違いなんでね,ね話し合いとか大事っていうじゃないですか でも、その話し合いっていうのも、お互いの価値観がある程度一致してるってことがもう前提なんですよ。で価値観がもう全く違うのに話し合いをしてももう戦争になるだけなんですね。まあ、宗教戦争とかもだから永遠に終わらないですよね。なんでそれも価値観とかお互いの信じてるものが根本からそもそも違うんで、それは無理ですよね。なんで絶対的な価値観が違うと揉めるんですよ。話し合いをいくらしても無駄っていうね。えー、そういうことになってくると。 で会社側としてもそうだし、働く側としても企業との価値観が合わないと辛いんですよね。中小企業の場合だったら社長との価値観とかね合わなかったら本当辛いですね。で 企業の理念がいい加減とか存在しないっていう会社もダメですね。形骸化してるとかね。もう何が正義か分からなくなるからですよ。社員一人一人がもう各自の価値観で意見をぶつけ合ったとしても、揉めるだけなんですよね。この会社においてはこれが正義なんだとか、この会社はこういう考え方でやってますよっていうのがちゃんと一本ポーンと筋が通ってたら合わない人は辞めていくし、その一つの会社の一本通ってる正義というかね、理念に合わせてみんなで意見を出していけると合わせていけるんで、 いいんですけどね、えー、これが全くない状態だったら、もう各自好き勝手ね、好きなこと言いますからね、一人一人がね。なんで、これ揉めるだけだと。居心地悪いんですよ、そういう会社っていうのはね。でダイバーシティとか、多様性とかっていう言葉って聞いたことありますかね、多様性が大事とかってね、認め合うとかって。まあ、それは大事なんですけど、道徳観としては大切なんですけど、えー、会社の経営とか、その働くということにおいては、根っこの価値観がバラバラだったらうまくいかないんですね。根っこの価値観は同じで、えー、男性も女性もも女いたりとか いいいいろろんんなな年代のの人人ががたたりりととかか地域ね根っこの価値観は一緒なんだけど、えー、小さい枝葉のね価値観というか考え方とかはいろんな人がいる方がやっぱりうまくいくというかその方が強い組織になるってこれはえ納得なんですけどちょっとダイバーシティとかの方がうまくいくんですよね。もう何でもかんでもありで根っこからもう全部ね、えー、好き放題やっていいよみたいな状態でダイバーシティなんて成立しないんでね。 会社と宗教はお同じだよとか言って、えー、結構言うんですけど通じるところ多いよって言うんですけどそれでいいんですよ考え方の芯が一本あって合う人合わない人っていうのがはっきりしてる方がねうまくいくんですよ恋愛とかでも一緒じゃないですか私はこういう価値観で、えー、こういうふうに生きてますみたいな感じでポンって一本ある方があじゃあそれはそれで認めれるよねってでも僕と合わないよねみたいな感じで判断できるじゃないですか でもそこのシーンがね、えよくわからないとか、はっきり示されてない状態で、え、後からね、価値観すり合わせたらもう根っこから考えてること全然違うな、みたいな、そういうことで結構ありますよね。そういう場合なかなか辛いんですよね。まあ、いずれにせよ、企業理念が合わない会社っていうのは、どれだけ頑張っても報われないし、 企業理念が機能してないとかね、形外化してるとか、なんか立派な企業理念書いてる会社あるじゃないですか。一応書いてるだけでもう何言ってんのこっちゃもう全くわからへんみたいなね。えー、そういう会社とか、もしくはそういう理念が存在しない会社とかっていうのはね、もうトラブルが多くなって居心地が悪くなるだけなんで、えー、これはね、えー、やめといた方がいいと。で、見分ける方法なんですけど、えー、働いてる人たちとかね、社長の考えを聞くことですね。できたら、この価値観に部分については入社前にね、聞きたいですね。働いてる人たちとか社長の考えを 聞くと、えー、なぜこれをやってるのかとかね、えー、なぜこの会社に勤めてるのか、なぜこの仕事をしてるのかとか、えー、この会社になぜ勤めてるのかとかね、えー、そういう考え方の部分をね、えー、給料とか条件面じゃなくて、それで、あ給料がいいからとか、休みが多いからとかね、そういう声ばっかりの会社はやめといた方がいいですね、えー、給料とかの条件面じゃなくて、その考え方の部分、価値観の部分っていうのを聞いていけると、えー、お互いね、不幸になりにくいですね。 なんで、まあ、企業理念が合わない会社っていうのは早めに辞めるのが正解って、そういうことになってくるかなと思います。でそれから2つ目が、まあ、当たり前ですけどね、超長時間労働の会社ってことでね、まあ、これなんでかっていうと、純粋に体と精神壊すからですよ。もちろんね、多少の残業って、えー、出ることありますよ、やっぱりねで。ちょっと残業が出たからイコールブラックって、残業イコールブラックかっていうとそういうことではないんですけど、ただ残業がなくならないとか、長時間労働が状態化してるっていうのはね、仕組みがそうなってるんですよ、会社のね。 つまり、会社の責任なんですね。えー、今までね、うちの会社も昔はね、やっぱり長い長時間労働だった時とかっていうのは昔ね、10年以上前とかですけど、やっぱりそういう時代あったんですよ。あったんですけど、やっぱり人が定着しないし、えー、すごくね、反省して、あのいい会社をに、ね、学ばせてもらってね、えー、根本から変えていったんですけど、やっぱりね、その上で思うのは、全部ね、社長の責任ですよ、経営者の責任。 だってね、長時間労働が当たり前に出る会社っていうのはね、もう仕組みがそうなってるんですよ。仕組みが悪いと。じゃあその仕組みを作ったのは誰だって言ったらね、結局経営者なんですよ。だから会社の責任ってことになってくるんですね。現場のスタッフだけで残業をなくすっていうのはね、これは本当難しい。無理と思ってもいいと。えなぜかというと、仕組みを変えていかないと、この残業ってなくならないからですね、えー、無駄な作業をやめるとか、そもそも論で仕事の量が多すぎるから減らすとかね、えー、そういうクレーマーになるような時間を使うところ との仕事はもう受けないとか、えー、やり方を変えるとか IT で効率化するとかこれもね多少導入にお金が必要だったり決定が必要でしょで社外の人にまあ外注化するとか、えー、人を増やすとかこれって本当の現場だけじゃ難しいですよねだからトップから変わらないとこの辺っていうのは変えられないんですよでも残業が常態化してる会社っていうのは変える気がないんですよね なんで、えー、短期的な利益とか自分の利益しか考えてない経営者に多いんですよねこういう会社っていうのは、えー、残業代を出さないとかだったらもちろん余計ですけど長く働かせるほどね、えー、特に残業代出ないサービス残業のところとか多いじゃないですかでそういう会社ほど長く働かせるほどね働かさせるほどあの時給が安くなるわけですよね。 で同じ給料で同じ20万払ってえじゃあ5時間働いてくれるのか10時間働いてくれるのか,かどっちが経営者からするといいかっていうと短期的な儲けだけ見たら古希使って長時間労働してくれる方が安く使えるからいいんですよね。 なんで、まあ、もっと長い目線で考えたらねそれじゃ意味がないんですけどやっぱり短期的な目先の利益しか考えてない経営者に多いんでねで変える気がないのに見せかけだけで、えー、作ってくる会社っていうのはねもっとやばいんですよ、えー、こういう会社もね意外にいるんですよな、ね、んとかみんなで分け合いたいっていうねそういうこうこいいことを言いながら、えー、実態としてはこき使うだけみたいなこの会社がねやばいんですよ余計見抜きにくいしね。 あのみんなで頑張ろうねとか、残業減らそうねとかね、やりがい搾取とかもそうですよね。えー、とか、社会にとってはこれ素晴らしいことなんだよとか、えー、なんだかんだ理由つけて土日出勤させたりとかね、えー、仲間との助け合いの文化っていうのをこう悪用するわけですよね。えー、お互い迷惑かけないっていうのは社会人として当然のことだよねとか言って,、えー、言ってね、絶対に終わらない作業量を振っといて、 でね、助け合いも何もなく、で、もう帰って、先に帰ったらもうね、会社のもう悪みたいなね、えー、根本的にこんなもん、この量振って終わるわけないやろみたいなね、えー、作業なんだけど、こういう助け合いの文化が大事でしょとか言って、そういうことだけ、えー、いいところだけ取ってね、使ってくるみたいな経営者とか会社っていうのがちょっとやばいんですよね。で、まあ、正論っぽい暴論を振りかざしてくる会社ですよね。もう根性が足りんとか、気合いとかね。 えー、このぐらいで逃げ出すのかとか、えー、辞めたりとか、休んだりしたらどうなってるか分かってるなとか、ひどいこと言う会社もあるんですね。とか、まあ、そんなことでは他行っても通用しないぞとかね。まあ、こういう会社はね、もうやばいですね。なんで辞めといた方がいいですね。まあ、もちろんね、僕自身経営してるんで、一瞬とか一時期とか残業が出てしまう時があるっていうのはよく分かるんですよ。だから、えー、残業イコールダメだ、ブラックだっていう。 とかね、とこまでなってきたらちょっと極端なんですけど、でもやっぱりね、長時間労働が良くないってことに変わりないんで、やっぱりね、残業が出ないようにするにはどうすればいいのかとか、仕組みで改善していくってことが大切なんですね。根性論とか精神論じゃこれはね、解決しないんですよ。なんで、長時間労働が常態化しているような会社っていうのは、 考え方がやばいってことですよ。仕方なくないんですよ。仕方ないよねって言ってる会社あるけど、仕方なくないんですよ。変える気がないっていう、そういうことなんですね。本気で変えようと思って変えていったらね、もう今日明日からでもね、本当にちょっとずつでも変わってくるんですよ。1ヶ月経っても何も変わってないみたいな会社って本当にね、もうそれ自体がやばいですからね。やり方間違えてるか、本気で変える気がないか、まあどっちかですね。えー、なんで、こういう会社はやめといた方がいいと。 で3つ目はね、えー、上司がクソ野郎っていうね、まあ、具体的にはこんな感じ、ちょっと抽象的でしょ、上司がクソ野郎って言ってもね、えー、合う合わないがあるんで、具体的にはこういう上司がいるとね、ちょっとやばいんですよね、感情ぶつけて、切れてくるっていうね。 切れてくるおっさんがおるところはやばいですね。えー、とか、会社にぶら下がりおじさんですね。まあ、向上心がないとか、仕事をやらないとか、もう会社から搾取だけして生きていこうとか、もう仕事なんてやる気ないから、どうせ首にならん程度にぼちぼちやっとったらええねんみたいな、そういうね、仕事も専用なおっさんおるでしょ。で、給料だけ高いみたいな。もうこういうおじさんね、いるところダメですね。とか、手柄横取りおじさんとかね、責任逃れおじさんとか、部下の責任部下のせいにするとか、でも部下の責任は、えー、手,が手柄は自分のものとか、こういう人がね、結構いたりするんですよね。 で要は人として尊敬できない人が多くいる会社っていうねこういうのはねダメですね。 でそんな上司を許してるっていうのは会社の体制でしょ、結局。で、そういう上司、こんなやつをね、上司にした会社の上司がいるわけですね。こいつもまたやばいわけですよ。そんなやつを、えー、上司にしてしまったんねでね。間違えてそういう人を上司にしてしまった場合っていうのは、僕だったらこんな上司がいたらもう絶対に許さないですよね、えー。こんなことやってる上司がいたらね、部下に対してこんなことやっている、えー、上司がいたら、まあ、それはもう絶対に許さないと、えー、言うんですけど、これをほっとけてる時点で、えー、そういう会社である、 可能性が高いってことなんですよねもちろん人間同士なんで相性ありますよ会うとか会わないとかねその人同士はその人自身は特に問題ないんだけどやっぱり人間なんで相性っていうのがあるからねこの人と会わないなっていうのはね,ね ただまあ友達として仲がいいとかじゃなくて別に仲いい必要はないんだけど仕事で見てね上司としてその人としても尊敬できないみたいなんとか大体そういうなんか評判悪い人って職場のみんなからもすこぶる評判悪いでしょ部下みんなから評判悪いみたいな上司みたいなそういう人いたりするでしょえ大体こう空気感の悪い職場ってねこういうのがいるのがダメなんですよねこういう人がダメとでまあそれに対しての対策はねもう我慢してるっていう人がやっぱ多いわけで人間同士だからしょうがないよねとかまあ嫌な上司でどこに てもいるよねとか、まあ、そういう話で我慢してる人が多いんですけどこれねよくないですよやっぱりね精神とか体これも壊すん、ね、で人間関係のトラブルストレスっていうのは本当に思ってる以上に大きいですからあのこういう人に対して我慢してるのはね全然よくないとで部下はね上司選べないわけですよね、えー、ましてや,や社長とか役員とか部長とかがこういうねダメな上司の場合っていうのはもう余計選べないとでもそういう場合はもう会社を変えるしかないんですよ って言っても、もう今我慢すればいいんだとか、ちょっと我慢しとくだけだから人間関係ちょっとくらい我慢しないととか、思うのはわかるし、負担が大きいっていうのはね、今からなかなか帰る、職場なんてそう簡単に帰れない、転職なんてできないって負担が大きいのは分かってるんですけど、それでもやっぱりね、えー、変えないといけないと。そういう場合はね、だってずっと仕事していくのに我慢ずっと毎日し続けてね、何か体調に出ないわけがないんですよ。自分が気づいてる気づいてない別としてね。 なんで、まあ、大きな会社とかだったら、あの、部署とかを変えてもらうってこともできたりはするんですけど、まあ、ただ、 会社の文化とか色っていうのはやっぱり根付いててね、結局部署間で移動してもあの似たようなことが多いんですよね。そういうやつが上司として選ばれてどこかに存在できているという時点で、やっぱりね、部署移動しても会社全体でそういう空気感というか、まあ、文化になっていることが多いんで、あんまり解決しないことも多いんですよね。だからやっぱりね、勇気を持って逃げる、転職するっていうのがね、大切かなと思います。 でその他の補足なんですけど、こんな会社もやばいですよと、えーまあ、関連するところあるんですけど、今までのと、会社強制のイベントが多いと、えー、土日とかね、えー、なんかやたらと会社強制のイベントがあって出ないといけないとか、えー、やたら強制の飲み会があるとかね、まあ、業務時間外のイベントがあまりにも多いってことですよね、まあ。飲み会が別にダメとは言わないんですけど、こういうので強制的に行かせるような会社っていうのはダメですよね。 えー、だってこれは自由なんだからね、えー、なんで、まあ、行きたいっていう子は行ったらいいし、行きたくない子は行かなかったらいいわけで、それに対してどうこうなんか空気感的にもこいつこうへんのみたいな雰囲気が出る会社なんて全然良くないですよね、全然社員のことを考えてくれないってないと、一体誰のための飲み会なんだっていうことですよね。 えー、なんでやっぱりここを考えてくれてない人が多いですからねそういう空気感の会社っていうのはまあもちろんあと給料が安すぎるってあまりにもその立派な理念とか立派なことやってるんだけど、まあ、給料があまりにも安すぎるっていうのもねえー、なんだかんだ理屈つけてやっぱり出すもん出さない会社っていうのはダメですよねまあどうしても懐事情的に出せない時っていうのはあんな分かるんですけどまあそれでもねその場合ね社長がじゃあまともな給料も払えないんだったら 社長の給料を下げるべきですよね僕はそう思うんですけどね、えー、大体こういうこと言ってる会社に限って社長がちょっといい車乗ってたりとか社員よりいい生活したりしてるでしょだからその社員に対してまともな給料を出せてるんだったらそれはもうリスク背負ってるわけだしやることやってるんだから社長っていうのはもちろんね、えー、給料もらったらいいと思うんですよでも最低限のこと社員にできてないのに社長の給料がなんか高い社長の給料社員より高いとか社長がなんかそういうのにかけて会社乗ってるとかゴルフ行ってるとかね、えー、そういう会社多いでしょ だからそんな会社ね全然ダメですよと社長がダメなこと多いですからねあと年中人手不足とかね、まあ、これも原因がありますよ業界が悪いとかどうのこうのもちろんそれもあると思いますよあるんだけどやっぱりいた人が定着してくれない会社っていうのは何か問題あるんですよ ここもそうですね。優秀な人がどんどん辞めていくみたいなね。全体のレベルが低いみたいな、こういう会社も良、えー、くないですね。で、通勤に1時間以上かかる会社っていうね、えー。これも入れたんですけど、これはまあ会社がやばいというよりかは、えー、あんまりこういう会社に勤め続けるのもちょっとね、えー、考えてほしいねってことです。会社が悪いというわけじゃないんだけど、体はやっぱり壊しやすいからね。えー、ぜひ参考にしてほしいんですけど、いや、通勤に1時間以上かかったって、ね、家が家賃が安く住めるからとか、まあいろんな事情あるのは分かってるんですよ。 交通費が出るとか、まあ、いろんな事情があるっていうのは十分分かってるんですけど、その上でね、参考にしてほしいのは、やっぱりね、えー、この動画を見てくれてる人たちとかっていうのは、このね、リベラルアーツ大学っていうので、えー、いろんな考え方の話を、どうしたらお金の意味でも豊かなれるか、時間の意味でも豊かな生活ができるかっていう話をずっとしてるんですけど、えー、その中でね、えー、参考にしてほしいのが、このお金持ちになる時間単価の考え方っていうのを一つね、参考にしてほしいんですよ、えー。ほとんどの人はね、こういう1時間以上通勤かかるところは考えてほしいなって言っても、でもでもでもって絶対言う んですよねわかるんですよいろんな気持ちはわかるんですけどそれでもねやっぱり大勢の人と同じことをしてたら 豊かになりにくいわけですね。ほとんどの人がお金の意味でも時間の意味でも余裕がないって答えてるわけですよね。だからそういう人たちと同じ行動と同じ考え方で同じ行動してたら結果も一緒になりますよね。だから今言って今っていうのが難しいのはわかるんですけど、一回ね、ちょっとこの時間単価の考え方っていうのをね、参考にしてほしいかなと思います。まあとにもかくにもね、こんな会社への対策なんですけど、もう勇気を持って逃げようと、これですよ、これ。もうほんとこれが一番。 もう特にあれ体がおかしいなって思った時とかはねもう迅速に逃げてくださいと。 さらに体がおかしいなとか、ちょっと最近なんか体調おかしいなとか、ちょっと精神的にっていう時はね、この過去に話したんですけど、失業保険を2年6ヶ月もらう方法ということで、一回病院に行って診てもらって、そういう判定がね、自分じゃ判断できないですから、お医者さんに診てもらって、そういう判断が出た場合は、失業保険通常だったらね、3ヶ月とか4ヶ月とかぐらいしかもらえないんですけど、そういう風に病院に行ってちゃんと手続きすれば、認められればね、2年6ヶ月最大もらえますから、こういう風に3ヶ月 しかないと思ったらちょっと生活があって思うかもしれないけど2年ぐらいあればねちょっと立て直す時間とか体を戻す時間とかってできるじゃないですか立て直せるでしょだからそういう知識を知ってるっていうのだけでも大事なんでねここはね、えー、見てほしいかな見といてほしいかなと思いますとでこれからの時代はねサラリーマンイコール安定の時代っていうのは終わりね人の流動性がどんどん高くなっていくんですね転職がもっと盛んになってくるよとで今は会社に不満がない人でもね えこの自分の市場価値っていうのを高めておいて損はないよと、えー、いうことですね。このサラリーマンでも人生が安定しない人の4つの特徴っていうところの、えー、動画をお話ししてるんでね、これも見てほしいかなと思います。で、まとめなんですけど、いろいろ話したものの今日はね、覚えて帰ってほしいこと3つってことで、えー、まずね、1つ目、世の中には今すぐ辞めた方がいい会社があるんだってことをね知ると、もうね、頑張るとか我慢とかそういう世界じゃなくて、もう関わっちゃいけない会社っていうのがあるんですよ。 まずこれがあると、選択した段階、入社した段階で間違いなんですね。で、これらの特徴っていうのは、特に決めた方あの辞めた方がね、いい会社の特徴ね、えー、企業理念が合わない会社、えー、長時間労働のね、会社、それから上司学層っていうね、 で、これらに出会ってしまった場合っていうのは、もうね、該当する場合は、もう痛みを感じる感覚がある間に、もう逃げ出しましょうと、もう逃げるのが一番の得策ですよと、ね、失業保険も活用しようねっていうね、そういうことですね、もう逃げるしかないんですよ。で え補足なんですけどね、えー、さっき言ったように、自分の市場価値を高めておくってことが身を守りますよと、えー、会社の給与以外の、ね、収入源も作っておきましょうってうことで、えー、過去にね、いろんなおすすめする副業7000とか、えー、おすすめしない副業5000とか、まあ、職場にばれない、じゃあ副、職場にばれちゃったらどうしようという人は、職場にばれない副業の始め方とかね、あるんで、えー、この辺を参考にしてほしいかなと思います。で、会社のいきなり辞めたりしなくてもいいから、会社の給与以外の収入源も作っておきましょうっていうね、えー、そこから辞めるっていう選択 もあるよねとかいう話をしてるんですけどこれらの本当にダメなやばい会社に出会ってしまった場合は収入源作るどころの余裕が絶対ないんで、えー、収入源を作る云々の前に迅速に逃げてくださいねここは全然違いますからね、えー、ということでまあね、えー、恋愛とか結婚と一緒でね、えー、付き合った相手がもうこんな相手と思わなかったとかってまあよくあることじゃないですか実際もう最初の方はちょっとときめてたしそんな風に見えなかったけど実際付き合ってみたり結婚したらあれみたいなねことってあるでしょで まあ失敗したりとか、基準ができて、あ、こういう人はこういう傾向があるんだなとかね、それ失敗することによって基準ができて判断できるようになっていくわけですよ。初めて付き合った人がもちろん相性が最初から合えばね、もちろんそれが一番いいことなんですけどね。で、大切なのは間違いに気づいたら逃げることだと。えー、別に戦う必要もないし、相手にね、直してもらうっていう必要もないと。えー、もう逃げることが一番大切なんですね。で、もう DV してくる相手とかね、 切れてきたりとか、もう言葉の暴言で傷つけてくる相手とかと、もうずっと一緒にいたら、もう自尊心も失われるし、もう誰でも精神とか体壊しますよね、こんなん誰でも壊すと。なんで自分の体を壊してしまう前にもう逃げましょうって、そういうことですね。世の中にはね、400万社あるんですよ。 会社なんて400万もあるわけですよ。ってなったら、あの自分のことをね、こう、存在ね、あなたの存在をそのまま受け入れて大切にしてくれる場所っていうのが必ずあるんですね、えー。自分を傷つけたりとか、搾取してくるような相手に対して時間を使うんだったらね、自分を大切にしてくれる人にね、時間も労力も使いたいですよね。で、まあ、お金も大切なんだけど、お金以上に大切な健康っていうのを壊してたら意味がないよねと。えー、社会保障も充実してる国なんでね、えー、この日本っていうのは。 ご飯が食べれなくなるなんてことはないですからね。セーフティーネットっていうのをちゃんときちんと知ってたらね、最低限生きるのに、なんとか生活はできるわけですから、そこからずっとその生活をしようって言ってるんじゃなくて、そこから立て直していけばいいんですよ。努力でお金の部分はね、後からついてきますだからまずは自分の体を守ろうねって、そういうことですね。まあ以上参考になればね、えー、嬉しいです。いろんな話してきたんですけど。 LINE、えー、アットとか、えー、インスタグラムとかねいろんなもので情報発信もしてますしね動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたりとか、えーい,い,ね、いいねとかねチャンネル登録してもらえると嬉しいですで全部ね動画の説明欄から飛べるようになってますんで、えー、見てもらえると嬉しいですってことで、えー、今日もありがとうございました